ロックの。ピントコン。安全音響で体ずれるじゃないですか。入るし。しかもこのやつで入るんで。ディミニピスがあったら。これアウターっすよね。アウターでも全然いいな。でもアウターのが、僕はこれぐらい飛んだ方がいいっす。ぶっ飛びは言ってましたけど、これぐらい飛んでもらう、僕はこれぐらい飛んでもらわないと困りますへぇ、分からん下回転は確かに初めは飛んだけど入れ方次第で入ると、やっぱでもブロック音鳴るんが金属音が鳴るんが一番いい。補線の出方とかどうでした？直線的ですね。でも僕が直線的なのが殺傷能力が出るんで、コアに関しては。あ、こっち。ああ。ブロックもできるし。マジでカーブ入っただけで全然違う。俺の、だから甘い。これでテクニックスあったら。今手なじです。一応両方とパーツで。はい。テクニックスがあるみたいです。下回転打ちもできる。実際に相手がこうなんすかね、後ろから打ってきたときに気合とかでどうなるかっていうのを試してみた。でもなんか今打った感じでは大丈夫そうな気がする。大丈夫とかどうですか？大丈夫もやりやすいと思います。俺はそんなぶっ飛びじゃなかった。意外と持つもんね。これは一番いいかもしれないです。今までいや、ほんまに俺はな、あ、多くも飛びすぎる。まあ、僕は基準が下回転ですよね。ああ、なるほど。まずはこれ以外なし。僕は、どちらかといえばあんまりパワーがないんで、やっぱ打ち抜けるラケットが必要っす。やり方なんです。いや、俺飛ばせるのはできるから。ああ、もう逆っすね。あ、飛ばすのはできる。飛ばさないのはできるから、これ一番いいかもしれない。音鳴るし、金属音鳴るし、金属音は鳴らない。バキって言ったら硬い方が絶対音鳴る。十分っす。僕も前まではバク素材入ってる方が良かったんで、今はもう悪いとこなかったな。これはいい、これは俺はいい。ガツンって当たるから飛距離がなんか出るやん。飛距離は下回転が思ったより飛ぶ。オーバーする。初めなんかオーバーする。僕はネットにしました。ほんまに、はい、僕は飛ぶやつネットにしてます。基本的に上から打つんですよ。まあ、だから俺こうや。僕だって命なんで下回転する。これラバーがディムいくつやったら全然。俺結構二度乗りするタイプやな。うまくあっても、え、一回いけるのこれ。逆にいけんの？それやったことないよ俺。だってな、あのマジ一回はっ、
試合してでも落ちに勝ったし直線的、はい、自分が打ってと一番飛ぶやつが、はい、回転とスピードが一番いい感じで両立してるやつがこれやな。そうなんです。持ってこの回転のスピードでこう飛んでるのかもしれない。だからこう回転かかってから着いた後に伸びる純粋な遊びじゃなくて、やっぱ自分が打った中で一番飛んでるやつ。球質も良くて、そう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 、その球質が全然変わってない。棒球で飛んでてもなんかマジで見合わせるだけで飛んでる。だから回転かかってて相手がもうどんどんオーバーするみたいな。回転とスピードが両立してる。これなんかいけそう。こんだけ飛んだらいいっすわ。ブロック止まるし。そんなに言うのに興味ですか。ラリー系かな。ラリー系で結構こう下がって打ち合う系の選手は僕なんですけど、いいと思う。ラリー系か、めっちゃ一発で抜きたい。どっちか。持つから。これ落ちる。やっぱ。今ちょっと打ってみたらこっちの方がなんか落ちる感じがしたもん。ずっと使ってる。マジですか。打ち比べたら。なんなんやろな。わかんない。すごい持ってる感がある。これです。決まりました。ありがとうございます。